こんばん夏休み、ミステリー案内人です。案内人さん、リゾートバイトの続き待ってたよ。私もよ。ほら、コーラ2リットル飲む準備できてるわ。へえ、用意がいいね。それでは、リゾートバイトの後編をお話ししましょう。旦那さんに連れて行かれたのは普通の一軒家。横には小さな鳥居が立っており、小さな道が奥に続いている。家の中に入るとお坊さんが座っていた。旦那さんからある程度の説明はされているようだ。このままではナウシカ君の命はない。あの旅館の2階の秘密を話そう。あそこにいたのは人ではないんだ。今から温堂へ向かう。皆さんついてきてください。お坊さんたちの後に続き、外の鳥居をくぐり歩いていくと小さな小屋があった。どうやらここが温堂らしい。今から3人でここへ入り、一晩過ごしてもらいます。明かりは一切なく、夜明けまで言葉を発してはなりません。そうすることで付き物を払うのです。携帯もダメ、飲食もダメ、トイレは袋にすること。おい、俺たちは従うしかなかった。次に竹の筒に入った水を飲まされ、坊さんが口に含んだ水を吹きかけた。そうして小屋に入ろうとした瞬間、ナウシカが口元を押さえ、そのまま吐いてしまった。おかしい、お清めもしたのに。あなたたち最近誰かから何かを受け取りましたか？それが邪魔をしているのかもしれません。俺はとっさにおかみさんから渡された給料と巾着袋を思い出した。それだ。坊さんが巾着袋の中を確認すると、これはなんと、巾着袋には大量の爪が詰まっていた。あの時俺の足に張り付いていたものと一緒だ。この巾着袋はお預かりします。後で処分しておきますから。さあ、温堂に入りなさい。いいですね。この扉を決して開けてはいけません。私たちは本堂にいますので、朝まで誰もここを訪れません。誰が来たとしても話してはいけませんし、居場所を教えてもなりません。くれぐれもお守りください。俺たちはうなずき、坊さんたちは何も言わずに行ってしまった。建物は古く、ところどころに小さな隙間がある。昼時ということもあり、隙間から外の光が差し込んでいた。やがて日が暮れ始めると、外はセミの鳴き声がこだまする。それに慣れ始めた頃、何か他の音が混じっていることに気づいた。あの呼吸音だ。ナウシカを見ると、俺の肩越しをまっすぐに見つめていた。俺は怖くて振り向けない。太郎には何も見えていないようだが、相変わらずヒューヒューと言っている。やがてズリズリと何かを引きずるような音が聞こえ始めた。太郎はこの音に気づいたようで、俺の近くに寄ってきた。呼吸音はやがて、キュッ、キュエッと変な音に変わった。温堂の周りを徘徊しているようだ。俺たちは何もできず、長い時間ただ恐怖するしかなかった。その時、ナウシカ君、ナウシカ君。キラリちゃんの声だ。でもこんなところにいるわけがない。ナウシカ君、おにぎり作ってきたよ。いらっしゃいませ。おにぎり作ってきたよ。ナウシカ君、ナウシカくん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 。何度もナウシカを呼ぶ声はどこか無機質で、すごく怖い。すると扉がガタガタと揺れ始めた。開けようとしている。しばらくそうして開かないと気づいたのか、そいつは喋りながら壁に沿って移動する。もしそいつが俺たちの壁の目の前に来たら、隙間からそいつの姿が見えるんじゃないか。姿を見てしまったら冷静でいられる気がしない。
そんな俺の思いとは裏腹に、そいつは目の前の壁の向こうにやってきた。俺は見てしまったんだ。月明かりに照らされたそいつの顔を。真っ黒い顔に細長い白目が浮き上がっていた。キラリちゃんの声で話すそいつはずるずると壁際を移動している。俺は悲鳴を上げそうになるのを何とかこらえた。どれくらい経っただろうか、あたりがしんと静まり返った。だんだんと夜が明けていくのを感じる。よく頑張ってくれました。あれ、あの黒い影がいなくなった。無事突き払いを終えることができたそうですね。さあ本堂に戻りましょう。ついに俺たちは事の真相を聞くことになった。今回の事の発端をお見せしますね。坊さんが持っている木箱に入れられていたのはへその緒だった。この土地にはへその緒に関して言い伝えがあるのです。昔から漁が盛んで、子は物心つく前に親と海に出るのが当たり前でした。漁は危険がつきもの。我が子の帰りを待つ母親は心配だったのでしょう。海の危険から身を守れるよう、母親は子にへその緒を持たせていたのです。へその緒は母と子をつなぐもの。もしこの行方がわからなくなったとしても、自分の元へ帰ってこれるようにと願い持たせていたのだという。体の小さい子供は波にさらわれることも多かったのです。行方不明になった子は数日で死亡したとみなされます。ところが現実を受け入れられない母親はずっとこの帰りを待ち続けるのです。実際に子が帰ってくることはありませんでしたが、しかしある日、3年前に行方不明になった子供が帰ってきたと涙ながらに喜ぶ母親が現れました。でも母親は子供に会わせてくれません。さらに次の日、同じように子が帰ってきたと喜ぶ母親がもう一人現れたのです。しかしまたしても子供には会わせることはできないと言います。不思議に思った村人は数日後、一人目の母親の元を訪れた。母親は嬉しそうに子供を見せてきた。それは全身が青紫色、口から泡を吐き、まるでカラスのような気性を発している。村人は手に負えないと判断し、村の住職である私の先祖に相談したのです。母親を無理やり寺に連れ出しましたが、子は気性を発しながらついてきました。母親と子を引き離すと、母親は情緒不安定になった。そして住職はその母親の家を訪れたんですね。すると家中に札が貼られ、残飯の異臭が立ち込めていました。旅館の2階で見たものと同じじゃないか。慌てて2人目の母親の元に行くと、こちらも同じように得体の知れないものに嬉しそうに語りかけていたんです。住職は母親を連れ出し、怨堂に閉じ込め、ひたすら経を唱えました。それでどうなったんですか？お経が進むにつれ、それは四足歩行になり、雲のように地べたを這い回ったそうです。夜が明けるにつれて小さくなり、最終的に残ったのがへその緒。ということはつまり、このへその緒は今朝怨堂の前に転がっていたものです。おそらくこの儀式は子をよみがえらせるもの。おそらくというのは、母親に話を聞くことができなかったからです。この儀式を行った者は正気を失い、話せる状態ではなくなります。一人目の母親は遺体となって発見されました。この儀式がどのように母親に伝わっているかはわからないが、非常に稀に起こる現象とのこと。この現象が母親以外に起こったのは初めてです。なぜ君たちがそれを見つけてしまったのか。今回の母親ってもしかしておかみさんですか？
その通りです。彼女の息子さんは数年前海で行方不明になりました。おかみさんはどこで知ったのか、儀式を決行するため旅館の2階を封鎖したのだ。本来ならおかみさんにつくはずのそれが俺たちについてしまった。おかみさんは息子さんにへその緒を持たせていなかったため、普通とは違う結果になったのではないかということだ。いや、おかみさんは俺たちにあの巾着袋を持たせた。ひょっとしたら最初から息子さんと同世代である俺たちの誰かを犠牲にして息子さんを蘇らせようと思っていたのかもしれない。あんなに明るくて優しかったおかみさんが、そう考えると人間の方が恐ろしいと思った。君たちを怨道に置き去りにして申し訳なかった。ただおかみさんも放っておけなかったんです。おかみさんには本堂でお経を聞かせました。あの者が怨道に行くか本堂に行くかわからなかったのです。本来なら母親の元に現れるはずでしたから。結局は俺たちの方に来たってことか。それでおかみさんは？命は助かりました。しかし救えはしませんでした。正気を失ってしまったということだろうか。それ以上何も聞けなかった。しかし俺たちはもう大丈夫らしい。それから俺たちは電車で地元まで帰っていった。三人ともずっと無言のまま。おかみさんやあの旅館がどうなったのかはわからない。俺こっちから帰るから、またな。ああ、またな。ん？なんだあれ。え？嘘！これドッキリだったの？マム、ドッキリだったのか。なんだか安心したわ。今日は電気つけないで眠れそう。それにしても壮大な演出でしたね。面白かったらグッドよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。